今日で全日空61便ハイジャック事件から20年です。私も、高校3年の時にこの事件を知りまして、まあ、それまでは知らなかったながらも片隅でちょっとずつ断片的にこの話は聞いてましたね。飛行機興味なかった私もテレビで報道されているこの事件を見て、そんな事件があったのかと言ってですね、かなり興味を持ちいろいろ調べたのを覚えています。まあ、その話も後でしますが、まずどんな事件だったのか、視聴者の皆さんもね、年齢がある程度上の方はもう私よりも詳しいと思うんですが、まあ、もう一回改めて確認してみようと思うんですけれども、1999年7月の23日に東京羽田空港発札幌千歳空港行きの全日空61便が飛んでいきまして、羽田空港を飛び立ってしばらくしたところで、乗客前方の方に座っていた乗客の男が包丁を取り出し、客室乗務員たちを脅迫して、コックピットに入れろと言ってハイジャックを始めたわけです。そしてそのハイジャックの中にいた機長さん、たちをですね脅し、機長以外は全員コックピットから出ろと言って、全員、操縦室の外に追い出し、そして、その機長にいろいろと操縦の指示をしました。高度を落とせ、伊豆大島に向かい、まず横須賀だったかな、横須賀へ行け、伊豆大島へ行け、次は横田基地へ行け、航路を次々指示しました。そして、機長に俺に操縦桿を握らせろというふうに言ったのですが、それはできないと、機長との、問答があり、最終的に機長が、刺殺、刺し殺されてしまい、本人がその操縦桿を握って、ボーイング747型の、操縦をするということになりました。もちろん免許は持ってません、その人はね。で、しかし操縦はうまくできず、飛行機の高度はどんどん落ちていき、もうじき墜落というところでしたが、幸いにもその飛行機の中に乗っていた客室乗務員、それから外に追い出された副操縦士と、偶然乗り合わせていた非番の、千歳発の飛行機に、乗務をする予定だったパイロットの人などが協力をして、操縦室のドアを打ち破り、もう一度奪還をして、飛行機は墜落を免れることには成功した。しかし、さっきお伝えしたように機長さんは、必ずしも、亡くなってしまった、という、事件でございます。明日もですね、まあ、私本当はその、61便に、この犯人と同じような、やり方をして乗ろうと思っていたんですけれども、あ、普通に乗るだけですよ。別にハイジャックとかそういう危険なことするわけじゃないですが、ちょっとね、明日はあの、まあ、つまりこの動画が出ている本日4月23日はあの大学で重要な試験がありまして、さすがにあの休むことはできないということで、あの乗りはしないんですが、あの、まあ、とにかくですね、皆さんに、飛行機、まあ、この事件を通じてもちろんあのいろいろと、痛ましいことはあったし、あの機長が亡くなってしまったこととかね、あのそれからまあ他にもいろいろ問題点はあったんですけども、あのともかく私はあのこの事件を通して飛行機の保安検査場とかそれの仕組みについてね、あのとてもよくあの学び、知識を深めることになりましたので、そういった観点からね、あのこの事件を通じて、飛行機の保安検査というものについて私は知識を深めたので、皆さんも一緒にどうですか、あの、まあ、私同等に詳しくない皆さんなんですけども、あの一緒に知識を深めませんかという話です。まず、飛行機の中に包丁を持ち込むということはできません。これは禁止されています。禁止されていても隠して持ち込めちゃうんじゃないかと思われるかもしれませんが、それは無理です。私もですね、初めて、自分一人でというか、あの物心ついてから飛行機に乗ったのが、さっき言いましたが大学1年の時の札幌発東京行きの全日空でしたが、千歳空港で飛行機に乗ったことがなくてですね、ここが搭乗口ですと言って行ったら保安検査場というのがあるんですね。で、私はあのそんな存在も知りませんでした。でなんかみんなカバンを下ろして、あ、じゃあ自分もカバンを下ろすかと言ってですね、でその後、検査場のこうバーみたいなのをくぐるんですね。でくぐったらピーとか音がして、なんですかって、これはあのポケットの中に金属とかが入ってると反応するというものなんですね。で、その金属探知機、なかなか強力な金属探知機なんで、ポケットのものをこう外に出すんですけれども、それでじゃあもう一回通っても反応する、こんなボールペンとかでも反応するのとか言ってですね、結局ポケットのもの全部出してくださいとかすごい言われて、あのポケットの中もぐっちゃぐちゃにいろんなものが入ってたんで、あの全部こうポイ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 と出してですね、非常にあの周りの列も止めてしまいまして、まあそういうのがね、あのポケットの中にあるものを全部出して、あの金属の、感知を、ちゃんとあの避けないといけないというのをあの知らなかったんで、もう今はそういうことしませんけども、あのその時は行列に支障をきたしてしまったんですけど、まあ何をやってるかっていうと、要するに、カバンはあのX 線にかけるんですよね。で、そしてカバンの中に何か入っていないかというものを、その X 線のピシャッとやることによって、確認をする。で、そして乗客のポケットの中にあるものを全部取り出すというのは、つまりあのポケットの中に金属物質がこう入っている
ならばそれに反応してですね、このお客さんは何か危ないナイフとか銃とかを隠し持ってるかもしれないというのをこうあのゲートを通るときにですね、あのこうチェックして、でそして、そういうものを持ってるお客さんは全部こう取り出せるというか、まあ、基本的にポケットとかに入ってる金属製品は全部一旦取り出して、そして通過しなければならないということになってるわけです。でそうすれば、包丁とかを持ち込む術はないじゃないですか。カバンの中に包丁を隠し持っていたとしても、持っているカバンは全て通してくださいと言われて、そしたらば、ちゃんとチェックしてるんですよね。その人が、見てて、あ、これなんだ、包丁じゃないかと気づかれたらですね、言われます。で、私も、よく保安検査ではですね、カバンの中に入れてるもののせいで止められるんですね。モバイルバッテリーは取り出せって言われて取り出してるんですけど、コード、YouTuber やってると、やっぱパソコン、カメラ、その他電子機器の充電のために大量のコード持ってるんですけど、それが、あまりにも多すぎるということで、なんか爆破しようとしてるんじゃないかみたいなふうに見えるのかもしれないですね。国際線乗ってると特に、外国で言われるんですが、あなたあまりにもたくさんのエレクトロニックデバイスをデバイスというかね、なんかそれ持ってるから、ちょっと一回取り出して検査してくださいとか言われて、こう大量のコードですね、カバンからジャラジャラジャラと出して確認してもらうんですよ。まあ、それはやっぱりカバンの中に怪しいものが入ってるところ検査してるからこそそういうことを言われるわけですね。だから包丁なんか持ってたらもう一発でね、分かるわけですよ。じゃあなぜその男の子、西澤という人なんですけど、男の人は持ち込んだのか、男の子って言いましたっけね、男の人ね、は持ち込んだのかというと、よく考えたなと思うんですけども、ちょっとこっからが長いんですが、要するに保安検査とそれから飛行機の中の、積む受託手荷物というのはですね、うまく使い分けて、それで、またセキュリティホールもついてよく見つけたなと思うんですが、それで、持ち込んだわけです。まず、当日の朝早朝にですね、羽田空港から日本航空に乗って、大阪行きだったかな、まず、それ普通に飛行機に乗って大阪へ行きます。で、大阪へ行くときに、包丁は飛行機に乗せていったんですね。どうやって乗せたのかというと、飛行機は機内に持ち込む手荷物の他に、まあ、飛行機の乗り場に入る前にですね、カウンターがあるわけですし、そこに荷物を預けるってことは、私は荷物を預けるってことは今までに2回ぐらいしかやったことはないですけど、その受託手荷物という飛行機の貨物室の中に積むものだったらば、別に包丁とか持ち込んでもいいんですよ。なぜならば、乗客は飛んでいる間その貨物室の荷物を取り出すことはできないので、そこに包丁を積んであっても別に問題ないじゃないですか。だからそっちだったらいいんですね。でそれを、貨物室に預けて、そして何も危ないものは持たない、持ち込まない状態で、JAL に乗って羽田、から大阪まで行きました。で大阪に着いたら、その飛行機の貨物室に預けておいた荷物が、空港でね、ぐる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 とここを回ってくるじゃないですか。で回ってきたそのスーツケースかなんかに入れてた包丁をこう取り出して、そして普通に一回、出ていくと。でそしたらば、今度はですね、もう一度、大阪から、羽田行きの飛行機にそのまま今度もう一回乗って戻ってきたんですね、羽田空港に。でその時に、もう一度また同じように包丁を、飛行機の受託手荷物として、貨物室に預けて、客室には包丁は持ち込まない状態で羽田空港に行きました。でここからなんですけど、羽田空港に着いた時に、ぐる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 とこう出てくる荷物があるんですが、その荷物のところを取ったらば、その、荷物のぐるぐるの場所から、一旦ですね、飛行機のこう、なんていうのかな、こう到着ロビーの方にこう逆戻りをしたんですね。で逆戻りはできないようになってんですよ。多分皆さんも飛行機に乗って荷物を預かると分かるんですけども、飛行機着くじゃないですか。全日空ご利用ありがとうございましたとか言って、こう、ボーディングブリッジみたいなところね、こう、トコトコ歩いてって、で、到着はこちらみたいな、そういうね、こう、看板上にありますよね。で、その到着というところにこう、ついていって、そうすると、こちらお出口、こちら手荷物みたいな感じで、こう、大体分かれてて、荷物がぐるぐる回ってるんですよ。で、手荷物のところですね、羽田空港とか大阪空港みたいな大きい空港だと、多分大阪空港もあったと思うんですけど、こういうね、こう、大きなこう、まあ、自動ドアがあって、ですね、でそこに、U ターン禁止とか書いてあるんですね。でここの間では鹿児島空港に行ったらもっとダイレクトに書いてあったんですけど、ハイジャック防止のため逆戻り不可みたいなこと書いてあってですね、なぜハイジャック防止のためなのかというと、要するに、そのぐるぐるの手荷物をこう受け取るところにはもう包丁が届くわけですよね。で包丁の届くところに行って包丁を受け取った人が飛行機の中に逆戻り、こう分かります、到着ロビーの方に逆戻りするというのは問題ないです。なぜならば到着ロビーというのは到着のお客さん専用だけじゃなくて乗り継ぎのお客さんもいるので普通に行けちゃうんですよね、乗り継ぎのお客さんがいる、つまり次の飛行機に乗るために。でその西澤という、今ね
無期懲役で刑務所にいる人ですけども、その人は大阪から羽田に着いて、で、JAL から全日空に乗り換えるときは、ただそのまんま普通に次の、搭乗口に向かえばいいだけなんですね。で、まあ、搭乗口へ行くんですけども、その時に、一旦そのまま行くのではなく、手荷物の、ぐるぐるの受け取るところへ行って受け取った。そしたらば、一回そこから、逆戻りをして、そして、次の乗り場の方へ、行ったわけです。そうすると包丁を受け取った後でそのまま行けちゃうんですよね。で、基本的に、航空会社もそういうことが危険だっていうのは分かってるわけですよ。だからこういう自動だとかって逆戻り禁止とかなってですね、そこには警備員さんも立ってます。で、逆戻りしようとすると改札機みたいなのもあって、そこ通るとピーとか言って多分音するんだと思いますよ。逆戻りなんてそんな危険なね、人間と間違えられるようなことはしようとしたことはないんですけど、ちゃんと逆方向に進もうとしてる人間がいないかどうかの感知装置まであります。で、空港ではクリーンエリアとダーティーエリアっていうらしいんですけども、制限区域という言い方の方がいいのかな。要するに空港のね、入り口の、なんか時刻表とかが出て、保安検査のこう機械とかね、あるようなところを越えて、中に入る、まあ、実際に飛行機に乗る人だけが入れる場所を制限区域というわけです。空港に人を見送りに行くってことを私は経験したことないんですけど、見送りに行ったことある人いっぱいいると思うんですが、飛行機の、じゃあ今から飛行機に乗るという、そのところまで見送りはできないじゃないですか。必ず空港の結構広いところで、じゃあ行ってくるね、バイバイみたいな感じで多分見送るんだろうなと思うんですけども、それはつまり、手荷物検査とか、航空券を、搭乗券っていうのかな、持っていて、で、手荷物検査を受けた人しかその先に入れないので、見送り客は当然行けないってわけなんですよ。で、それからですね、じゃあ、クリーンエリア、ダーティーエリア、制限区域とか呼ばれて、その制限区域っていうのはやっぱり、検査を受けたちゃんとした大丈夫な人しか入れないことになってね、航空会社もそこは念入りに区別してて、黄色いレシートみたいなのですね、保安検査を受けるともらえるんですよ。で、もし何があったらば、そいつが保安検査をちゃんと受けた人間かあるかどうか確認するためですね、保安検査証ってその黄色いレシートを見せろっていうことも理論上はねあるみたいですね。理論上っていうか制度上は。で、その時に黄色い紙を持ってないともう一回そいつを検査させなきゃいけないし、それから、制限区域の中にですね、何らかの方法で無理やり入るとかして、人が無理やりそう、まあ、とにかくこう保安検査を受けないで、入ってしまうと、その制限区域の中にいる人を全員一旦外に出して、保安検査全員分やり直し、今飛行機に乗り込んだ人も乗ろうとしている人も全部出してやり直しということになるんだそうです。そうするととんでもない損害がいろんな航空会社に発生して、もうそれは目も当てられないことになるんですが、まあ、そういうわけで航空会社は何度も言うんですけど対策してたんですよね。なのにじゃあなぜその人は逆戻りできちゃったのかというと、その手荷物を受け取るぐるぐるのところにですね、上に上がる階段があったらしくて、羽田空港多分今もその階段あると思うんですけど、その階段がなんか図面かなんかが手に入れたのかな。でそれを伝って上に行くと普通に、制限区域の中に逆戻りできてしまうということが分かったんですね、裏ルート。でそこは確かに立ち入り禁止とは書いてあったんですけど、警備員みたいなものはですね全くついていなくて、で実際その西澤という人が、一回試しに、他の便で羽田空港に着いて、で、手荷物検査、手荷物をこう、ぐるぐる回ってきたのを受け取って、でその階段をこう通ってみたら、全然誰も見つからずに普通に制限区域に戻れたらしいんですね。でそれでうわこれはまずいと思ってですね、で、一旦まあまあいいや、まあ、ともかくいいや、ちょっと先に外してみましょう。で、まあ、それを戻って、で、そこから全日空の、61便に乗って、実際にハイジャックに着手したわけです。できちゃいますよね。で、ここから、なぜその人がハイジャックしたのかっていうことなんですけど、話すと長いんですが、もともとですね、その西澤という人は、多分私たちに似たような人間だったのかなと思うんですけど、鉄道マニアだったんです、その人は。で鉄道マニアだったんだけれども、一橋大学在学中にですね、鉄道研究部の中で、ちょっと仲たがいをしたらしいんですね、なんかね。まあ、一橋大学の鉄道研究部はこの間ちょっとお世話になることもあったんですが、ありがとうございますって感じなんですけど、で、それから、鉄道ではなく飛行機の分野へ興味を向けることが多くなったんですよ、大学在学中。結構これも鉄道マニアの中でありがちなことなんですが、
鉄道の、まあ、ずっと楽しんでたんだけど、大学ぐらいになってから飛行機にも興味を向けるっていうのがね、結構増えるんですよ。まあ、なぜかというと、大学生ぐらいになるとアルバイトとかを自由にできて、使えるお金が増えてくるからっていうことと、まあ、あとは私の周りにはね、結構鉄道好きだったけど、鉄道の係員にね、実際自分がなってみると、リアルを知ってしまったんで、まだリアルを知らない航空機部門に夢を求めるみたいなんですけども、まあ、そういうわけでしてね、鉄道、から、飛行機に、興味がシフトしたという、まあ、割と鉄道マニアにもありがちなパターンなんですね。で、就活でも航空会社を志していろんな航空会社を受けたんですが、全部不採用ということになったそうです。で、というわけで第一志望ではない、JR 貨物を受けてですね、JR 貨物の総合職で合格して入ったらしいですね。で、私はそのちなみに個人的な話ですけども、そのことを紹介するテレビの特番を見てた時に、なんだこう、私ちょうどその時ね、あれだったんですよ、JR 東日本受けて不採用になって1週間2週間ぐらいやったんですよ。なんだこれ JR 貨物入れんならね、鉄道マニアとしていいじゃんかよと思ったんですけど、まあ本人はそれではちょっとこう納得いかず、まだ心残りがあったんですかね。しばらく働いたんですけども、JR 貨物の会社からはこう消えて、無断欠勤になって、どっかいなくなってしまったそうです。その後は、家で引きこもり、になっていたそうでしたが、家で結構飛行機のゲームなんかをやっててですね、なんて、なんかありますよね、飛行機のね、あるじゃないですか、YouTube でも結構出てますけど、それで、それを操縦するのを、趣味として楽しんでいたようです。私もね、ちっちゃい時、祖母の家で電車で GO をやってましてね、あったんですよ。で、そんなに、そればっかやってて、自分が飛行機運転できるんだって勘違いして、ハイジャックした人いたんだよっていうのをね、私が、7、8歳ぐらいの時に言われた記憶がありますけど、それ2004年とかだから5年前のことだったんですね、それね、割とすぐ前のことだった。私の祖母の言ってることもね、なんかこう、ちょっと気持ちはわかるなって感じしますね。で、それで今の祖母が言っていた通りですね、その人は、まあ、ある程度本人が本当に操縦できると思ったのかどうか知らないんですけども、その人がハイジャックをした理由は、飛行機を操縦してみたかったからなのではないかと、思われます。まあ、おそらく本人じゃないんで分かりませんけど、どうも話を聞いてると、そんな気がします。61便にハイジャックしてですね、その後機長に対していろいろ指示を飛ばした。高度を落とせ、低空飛行をしろ。なぜ高度を落とせと言ったのかは、私はそんな専門的な知識がない。もしかしたらなんかレーダーに引っかからないようにとか、そういうことがあったのかもしれないんですけど、多分なんですけど、低空飛行ってね、楽しいんですよね。とても下の景色がよく見えて、で、こう下にこんなね、こういうのがあって、東京の街とかがかなり近くに見えると、それはね、なんかそういう景色の飛行機に乗ってみたいなと思うんですけど、やっぱ飛行機のルールがありますんで、飛ぶ高度とかね、航路とか、それはダメだろうなとか。で、それから横須賀に向かいっていうのは私はよくわかんないですけど、伊豆大島に向かいっていうのもね、大島のあの辺とか、やっぱね、天気がよく晴れてたりすると景色いいわけですよね。大島が見えたり、大島って当時全日空のね、便も、飛んでたはずですけど、まあ、なんかこうちょっとニッチな行き先でね、私がもし、なんかブルートレインとかね、ハイジャックするんだったら、なんかすごい変なところをハイジャックさせたいですよね。鹿島神宮に走れとかね、ちょっとハイジャックっていうと本当に人が亡くなってるんで、あんまりこうなんていうのかな、楽しそうに言うべきじゃないことだと思うんですけど、自分でなんか好きな列車をですね、まあ、なんか好きな方向に行かせられるんだったら、そういうなんか普段入らないようなところがね、行ってみたいですよね。で、ボーイング747ジャンボジェットで飛んでたんですけど、ジャンボ機で大島の周りとかね、飛んだらなんか楽しいんじゃないかなと。まあ、これは私の憶測ですよ。で、その後横田基地行けっていうのも行ったんですよ。横田基地もね、横田に着陸するわけではなかったですけど、そっちの方へ行けって自分の思うままに飛行機が飛んでいく、その様子は結構どうなんですかね。その時その犯人はちょっと楽しいと思ってたんじゃないかなというふうな気がするんですよね。なんかもうマニアだとなんとなくね、そういうふうな選び方をするのかなというような気がします。で、まあ、本人はかなり興奮状態だったようです。で、その後ですね、横田基地の方面に向かっている途中で、操縦桿を俺に渡せというふうに言ったわけですが、機長としてはさすがにそれはできないと、ね、それまでは機長も、割と言われた通りのことをやったですね、管制官に対しても、高度を落とせと言われたので今から落としますみたいなふうに報告をしてたらしいんですが、操縦桿は渡せないといったところ、犯人が激高し、持っていた包丁でついに機長を刺してしまってですね、機長は、そこで倒れ、
あの自動操縦もあの当然解除されてるわけですんで、あの犯人がコックピットをこれね操縦桿を握れば、あのまあそれなりに飛行機は動くわけです。まあところがですね、あの飛行機ってのはそう簡単にはあの操縦できないわけですよね。あの私もあの全然触ったことないんでわかんないんですけど、あのゲームが上手くてもですね、あの実際の運転っていうのはあの無理でしょうそれね。で、飛行機はうまく操縦することはできず、高度がどんどん落ちていました。その犯人は、それでも一応あの操縦桿を握り続けて飛行機が落ちているところで、あの飛行機の高度を上げようとしたのかどうかちょっとそれはあの私にはわからないんですが、まあ、ともかく、そのまま行けば、八王子の方にですね、あの墜落をするだろうということで、もう高度がどんどん下がっていたところで、乗っていた、お客さんたちのね、あのさっき言ったお客さんというか、あの客室乗務員と非番のパイロットたちが機転を利かして、中に飛び込んだところ、倒れていた、その機長を発見し、また、その容疑者が操縦桿を握っているのを見つけたので、それを取り押さえて、あの操縦桿をねこうやってこう上にこう引っ張り上げると、そうするとなんかあの多分上に上がるのかなと思うんですが、それであの、まあ、とりあえず飛行機は難を逃れ、最後羽田空港にあの戻ってきてですね、あのその犯人も取り押さえられたというわけです。なんかその後の裁判だと、犯人は心神耗弱があの認められたそうでね、あのつまり、そうするとあの減刑されるんですけれども、まあ、それでも無期懲役で、今も、服役中というわけです。で、あの、それでですね、あの、ハイジャックをするにあたって、まだ重要な言ってないことがあるんですけども、その人はね、あの、そのセキュリティホールを最初に発見したときに、さっき言った、あの、つまり、ぐるぐるの荷物受け取るところから、上に、上の、制限エリアに戻れる抜け道があって、そこちゃんと警備されてないじゃないかっていうのを私は見つけましたというのを、羽田空港と、それから、全日空と、あともう一個なんか忘れないですが、あの3カ所くらいにあの手紙を送ってですね、でそれぞれに私をあの警備員として採用してくださいみたいな風なあのことを書いて送ったらしいんですね。でところがあの全部それはですね、あのどこの会社も、その手紙については無視して、本人を採用しないばかりか、無視したのかな、返事はしたのかな、なんか、まあ、ともかく、そのセキュリティホールを使う、塞ぐということもしなかった、全く何もしないで放置してたんですね。でそれで、起こったその犯人が、ならば自分の見つけたセキュリティホールをそのままついてハイジャックしてやると言ってこうなった。だからあのそのことが明らかになった後ですね、相当あのそのことは問題になって、もちろん現在ではあのそのようなことはできないようになってるわけですけど、まあなんかね、あのだからってハイジャックしていいわけじゃないんですけど、あのまあ、全日空というよりは多分羽田空港側の問題だと思うんですが、あのそのそういうことがね、セキュリティホールをあの気づいた人間がいて、そんなちょっとこう逆に自分を採用しろなんてね、あの逆に変な手紙だと思うんですけど、そういうことまで送ってきて、それも軽く考えてたのかな、なんなんだろうなというような気がね、やっぱねちょっとあの見ていて、してしまいます。まあ別に全日空が、悪いというわけではないと、どっちかっていうと今言ったように空港の管理はあの航空会社がね直接やってるわけじゃないですから、でもそういったことがあのもうちょっとちゃんと対応されていたらば、あのその機長さんも亡くならなかったんじゃないのかなというのは、あのそれは当時も言われてたし私もとても思いますね。それからね、その人はあのもともとつまり、まあ、飛行機マニアだったんですよね。でそのマニアというのはやっぱりあの自分のこう好きなものをこう自分の思い通りに動かしたいみたいなのと、それからなんとなくその自分の好きなあのところでね自分も働きたいという思いがやっぱまあ強かったんだろう。ちょうど当時私もさっき言った通り、JR の採用試験を落ちたところでその話聞きましたんで、あ自分はこうならないように気をつけなきゃいけないなということですね。あのその、あれを読んでいて思って、まあ全然あの JR に対してそんな逆恨みとかするようなあれはね、あの私はあのそんな擦れた人間ではないと思うんですけども、でもなんかこうあの嫌い嫌いも好きのうちの逆と言いますかね、あの自分の好きなものというのをあの逆にすごいもうさも簡単に裏切る人というのはいるし、それからあのやっぱりそういう会社ってのはなんかファンに対して誠実に対応しなきゃいけないっていうよりも、そういうファンというのにあのあまりにもこう雑に対応したりとか存在に扱ったりすると、そのファンがとんでもないハイジャックを起こすレベルのアンチになるかもしれないということをあのちゃんと、航空会社とか YouTuber とかね、そういう人は認識しなきゃいけないんだろうなというふうにも、とても思いました。まあハイジャックするレベルの人はなかなかいないでしょうけれども、まああのともかく、
まあ、何度も言うように、この動画の投稿されている本日で、ハイジャックから20年、というわけですが、まあ、現在、それ以降はもう日本でハイジャック事件というのは起こってないし、どうやって起こせばいいのか分かんないですけど、ただね、これなんかこうやってハイジャックしろよって強殺するわけじゃないんですけども、保安検査っていうのはもともと同時多発テロとかがねあってからなんかあれがあってさらに厳しくなったとかいう話も聞きます。まあこの、ハイジャック事件は同時多発テロよりも前ですが、まあ、それでもやっぱりそのやろうと思えば腕っぷしの強い人間がね、例えば伊豆大島とか行くような飛行機をですね、それを10人とかでこう大量に予約して乗り込んでくれば、その客室乗務員とか飛行機のパイロットとかよりも大量に乗ってきた力の強い人間たちの方が強いわけなので、もう別にね武器なんか使わなくても、簡単に、ハイジャックなんてものはできてしまう。まあ、実際今でもそういうわけなんですよね。だから保安検査っていうのは気休めにしか過ぎないでとまではいきませんが、それは完璧ではないんですけど、それでもやっぱり航空機で実施されているのは何かそういうことがあるといろんな人が巻き添えになるからなのかなと思います。鉄道事故っていうのもよく起こると、まあ、大変大事になるとは言いますが、でもねやっぱレールの上を何キロとかに走って幾重もの安全装置がある。それに対して、まあ、飛行機も安全装置ありますが、その時もしそのジャンボ機が落ちたらば500人の乗員乗客がほぼ全員死亡し、また落ちたその先も横田基地の周辺八王子でね、またその落ちたところにも、とんでもない犠牲者が出ただろうということで、やっぱり、飛行機航空事故に関してはその時の犠牲の数が違うから、保安検査は私も、必要なんだろうなというふうに思っています。もし起きてしまった時ね、新幹線で、何か、前に焼身自殺があってあれも大変なことでしたけれど、それでも、死者は、1名だったのかな、1名亡くなってしまったのはそれでもって言っていいのか分かんないですが、ただやっぱり難燃性とか対策もいろいろ打たれているので、飛行機とは、まるで違う状況だったのかなと思います。まあ、何が言いたいのかというと、最後にねこの、ことをきっかけに私は、その保安検査のことについてもいろいろと意義を学びましたし、それからあと飛行機の保安検査っていうのは確かに必要なんだけど、飛行機以外の乗り物、まあ、例えばね日鉄バスジャック事件とか新幹線とかでもそういう、ね、事件が起こったりしてるわけですけども、そういう乗り物に乗るために何でもかんでもなんか事故が起こると事件が起こると保安検査しろみたいなことを言うような、話も出てきますけど、やっぱそこまで何でもかんでもやるんじゃなくて、飛行機ではこれだけの重大なことが起こってるから飛行機でやってるけど、そうじゃない乗り物はやっぱりそれほどの、被害を防ぐだけの大きな効果がないか、もしくは防がなければならない大きな被害が想定されていないから保安検査してないんだなというようなことをね私も学びましたし、自分もやるべきではないというふうに考える。それもまたこのハイジャック事件がきっかけです。すいません、それがですね、すごい取ってつけたようになってしまうんですけど、絶対言おうと思っていたことをですね、最後までこう、温めて解説に熱心になった結果、言い忘れてしまって、付け足しになってしまったんですが、全日空の皆さんはじめ、もちろん航空会社他にもですね、別に日本航空でもいいし、まあ、バニラエアでも、ジェットスターでもね、ブリティッシュエアウェイズでも、ルフトハンザでも、まあ、どこでもいいわけですけども、航空会社の皆さんは、閉鎖的な空の上という空間で、そこで何かあった場合には全てを解決しなければいけないという、非常に、大変なお仕事をされている。鉄道もですね、ワンマン列車の話とかね、ついこの間聞いたところで、ワンマン列車ってたった一人列車をこう運行して、もし途中で事故があったら運転手さんが全てを解決しなきゃいけない。これ大変だみたいなのあるんですけども、飛行機は特に空の上という、まあ、ある種ね空の上ってこんな見渡せますけれども、その中が完全な密室となるようなところですから、そういうところに対応できるように、訓練も積み、そしていざ本当に、そういうことがあった時には航空会社の方が冷静に対処してきたという今までの、実績もあります。全日空61便事件しかり、日航123便の墜落事故しかり、聞きますと、航空会社の人はねみんな冷静な、対応してきたと。それから同時多発テロの時もそうですが、私も、アメリカのツインタワーのところにですね、記念館に行きましたけれども、そこでもやっぱり航空会社の職員は、冷静な対応をして、その時できる限りのことをして、まあ、その時はね結局全便が墜落してしまったわけですけれども、墜落もしくは、ね、衝突されてしまったわけですが、なんでそんな風にね冷静に対応ができるのかっていうのは私は正直わからないんですが、それでもいつもそういう何か危険があった時には、真っ先に身を挺して、乗客を守らなければならないという、
重い、責務をですね担い、またそして、責務を担うというだけではなくて実際にあの遂行してるわけですよね、61便事件の時なんかまさにそうですが、長島機長はあの犯人をこうなだめようとして、まあ、ついに、殉職されてしまったし、それから、他に乗っていた、客室乗務員とか、非番の人、副操縦士の方も、犯人のところに、ねこう突入するという、かなりの危険を、凶器を持った人のところに突入するという危険を、まあ、当たり前のように、犯していったし、そういう、重い責任、重い、それから大変な仕事をねあのこう、進んで、担い、そして、私たちの、楽しい旅に、特に空の旅に、貢献してくださる皆様に、改めてお礼を申し上げます。特に、この動画はですねあの全日空の、事件事故に関しての、話ですからあの全日空の方には、一層もちろんさっき言ったようにどの航空会社もそうだし鉄道会社とかバスとか船とかだってそうなんですけれども、特に、心から、お礼を申し上げたいと思います。全日空の機長さんとかですね、別に副操縦士の方でも今訓練中の方でも、それからキャビンアテンダントの方でもそうですがあの結構ね歩いてたりとかしてこうまあ、全日空とか言わないですけれども、まあ、実際にこうやってこれで、操縦桿握ってるんですよっていう人からですね声をかけていただいたこともありましたしそういう方にはいつもこのような、お礼を申し上げているんですが本当にいつも、誠にお世話になっております。そして、今後ともどうか、私どもお守りください、まあ、しかし私としてはもちろんハイジャックがあった時にその時はね乗務員の方たちが対処するべきというふうになっているのは分かるんですけれども私としてはそこまで乗客を身を挺してまで守るものなのかと、そういう時に、操縦席のところの、ドアをこう蹴破って突入するというのはもはやそれは完全に事故なのですから乗員だけに全て任せきりにするのではなくて、乗客が例えばそこにね加勢してい、くということだって、十分ありなんじゃないかと思うし乗員が怖くてやりたくないけれど乗客が、自分たちで立ち上がって、コックピットに突入して、その犯人を取り押さえるということがあったって私はいいと思うんですよね。そこまでして、乗客のために、身を挺さなければいけないのだろうかとちょっと、私は思わなくもありません、まあ、しかしともかく、乗客は、乗員の指示に従うということが第一ですのでおそらくそういった時には、落ち着いて座席の、上で待機していてくださいと言われるでしょうからご協力できることがあったらさせていただきますという申し出は、するそういうことがあったらねするかもしれませんけれどもまあ、勝手なこう大騒ぎしたりとかですねこう勝手に動き回ったりとかそういうことだけは全くするつもりはないし、まあ、もし視聴者の皆さんもねハイジャックとかに遭遇することが、もしもあれば、まあ、そう簡単にはないけれどやっぱりやろうと思えば腕の力の強い人が集まればできてしまうというのは、お伝えした通りですけれどそういう時に遭遇したならば、まずはやっぱり、その場の、プロの乗員の方の、指示に従うということが第一だということだけがねそれは覚えて、おくべきなのかなと、思います。まあ私もそんな何が言えるわけじゃないんでもしかしたら指示に従わない方がいいって場合もあるかもしれません。その時もね61便事件の時も機長が、全員コックピットから出るようにという指示があったので、本来であれば他の乗員はその機長の指示通りコックピットから出続けなければならないというふうな、ルールだったんですけどそのルールを意図的に破ったおかげで、飛行機は墜落を免れたというわけなので、まあそれは状況によるのかもしれませんからあんまり皆さんに私からなんかこれはこうするべきだなって指導みたいなことはできないんですけども私の、感想をお伝えさせていただきました。じゃあすみませんこれで終わりです。全日空の皆さん、改めていつもありがとうございます。もちろん日本航空も、ブリティッシュアイウェイズもルフトハンザーもですね大韓航空も乗りました。ピーチバニラやジェットスターも乗りました。他にも多分乗った航空会社いろいろあったと思うんですけどちょっとすぐに、思い浮かべられなくて、大変心苦しいんですが、また毎度、お世話になります。よろしくお願いします。じゃあどうもありがとうございました。